KTM、RC。 これは日本に何台ぐらい、あんまりないでしょ。いや、何台あるんですよ、結構あると思いますよ。ああ、僕は見えへんだけかな、ひょっとしたら。でもあんまり見ないですね、あんまり少ないですね。あ、会ったことないですね。もうオールした道で峠ばっかし、ここまで。いや、もう全部高速で来ます。高速で、あんまり真ん中減っちゃいますよ、高速まで。たまげのまたお願いしておきます。はい、ありがとうございます。この間のイベントのやつシェアしましたんで。ああ、そうですか。ありがとうございます。また来年も繋がってくれたらね。ぜひぜひ、ありがとうございます。本当助かります。マスター、いつ寝てるんですか。僕、知らないのに。みんなに言われるんですよ、いつ寝てんのって。なんか、えらい夜中の夜中に更新してあるし、朝8時から店開けてあるし。そう。もう僕は不死身なんだよね。寝なくても大変。そう、あのね、やらなあかんことをせなあかん思ったら寝れなくなっちゃうんですよ。もうこれはもう癖、十何年やってるんで、今日ちょうど13年目に入ったとこなんですよ。あ、もうそれが普通の生活。そう、普通の生活になっちゃったんでね。よう13年も、あ、12年も持ったわ。向こう向いていきますんでね。はい、まあ、慣れてるから。あ、どうぞ。もうプロみたいなもんで、はい。あかんで、今日はウイリーしたらあかんで。これでウイリーできない。あ、そうか、そうか。向こう入り込んでくれたら、ぐーっと。適当にこうみんな。